はい、どうもこんにちは、ティアソニーです。今回ね、公式の Q&A から今後のアップデートに関するね、大事な、情報が大量に発表されたということで、大事な部分だけに絞って、解説していこうかなと思います。で、まずは、対戦のバランス調整から見ていこうと思います。さあ、まず一つ目、足跡がもっと明るいと嬉しいです。これに対して、確か前も回答があったかな、それに対する進展がありました。まあ、他にもね、同様の最適化の作業中で、現在もね、足跡の、明るさ問題についても調整していきますということで、まあ、足跡が今後見やすくなるし、まあ、それ以外もね、計画中ということで、まあ、より一層なんだろうな、まあ、本当にハンターが慣れた人からしたら当たり前のことかもしれないけど、より一層ね、ハンターとか、まあ、サバイバーの人が、まあ、当たり前が、まあ、より一層やりやすくなるような、初心者にも優しいような、調整が入るっていうのはすごくいいし、もう普通にね、見失っちゃうこともね、たまにありますからね。なんか、肘当て使われるとかでね、足跡研ぎやすくなったりするんで、まあ、足跡とか分かりやすくなるのは、まあ、すごくいいことかなと思います。さあ、二つ目、来ました。オペラ歌詞の調整はいつですか？これね、前の質問もありましたけど、ついに、オペラ歌詞の全体の使用率、勝率盤状況から今シーズンの終了時期に弱体化抑定が確定されました。これはね、前もありましたけど、その時はデータ状況的にもサングリアの弱体化はいらないですよっていう話だったんですけども、さすがにね入りますか。いや、もう本当にこれ嬉しいね。俺もね、サングリアバンさえない試合は毎回サングリアを使うようにはしてるんですけども、未だに対戦数50回いってないですね。未だに50超えてやって、これはね、過去のハンター、まあ、新ハンターとか実装をもう全部振り返ってもありえない、使用率ですね。本当に使えない、もうバン率異常。本当にもういたかなんか日にならんぐらいバンされてるし、まあ、血の女王が最強ぶっ壊れだった時よりも、うん、やばいぐらいっていう感じかなっていうぐらいバンされてるんで、まあ、本当にこれは早く来てほしいですね。で、弱体化内容を、まあ、一応ね、まあ、サングリア使い側からしたその意見とか、まあ、ここを直されるんじゃないかって予測をしていくと、多分ダッシュに対する飛距離とかは多分変わんないと思う。そこを変えちゃうと、なんかそのもうまるで全然違うキャラクターになっちゃうから、まあ、そのダッシュの飛距離とかは変えずに、まあ、ミスった時のあのデメリットとかをもっと長くしてもいいんじゃないかなとは思う。まあ、でも今でもやっぱミスったら8秒っていうねクールタイムが入るんだけど、それがもっと11秒とか、まあ、大体こういうクールタイム系って3秒伸ばしがちな弱体化とか入りがちなんで、まあ、3秒、まあ、より一層伸ばしていって、もうミスったらもうとんでもないあのデメリットがあるけど、使いこなしたら最強みたいな、まあ、感じの判断になってくれると、サングリア使いからしても、まあ、使っていく、そのなんだろうな、使いこなしたら最強っていう、なんかそのやる気というかモチベもあるし、まあ、そのね、なかなか誰が使ってもこれ強いやんけみたいな感じのが結構問題かなと思うんで、まあ、その辺が、弱体化される気がしてるなと、あとはその減速に対して結構無視できる性能があるんで、その減速に対してある程度サバイバーがなんとかできるようなあの調整が入る気がするかなぐらいか、その2つぐらいかな、まあ、入るんじゃねえかなと、思ってみたりはしてますね。さあ、続いての質問来た。これマジか、個人的にめっちゃ嬉しいかも。バイオリニストの強化予定はありますか？今シーズンで微調整の予定があります。微調整か。いや、まあでもね、バイオリンって過去、実装されてから弱体化しかしなくて、微調整で相当な弱体化を受けたんですよ。まあ、その弦を出した後の硬直が若干の微調整の弱体化のせいで2連撃がね難しくなったりとか、救助シーンの若干の硬直伸ばし、それによって、救助狩りができなくなったりとかっていうのがあるんで、まあ、その若干の硬直を減らすとか、まあ、そういった調整をすることによって、あの本当にね昔みたいな性能に戻ったりもするんで、まあ、そういったもう本当バイオリンの硬直とかその辺の有無でマジで化けるキャラクターにはなるから、まあ、その辺の調整、まあ、微調整とは書いてあるけど、これあの文字以上というか微調整っていう言葉以上に強くなる可能性あるんで、まあ、これはちょっとね、期待ですね。ワンチャンもしね、まあ、実装当時ぐらいまで戻ればワンチャンのもう一回使う可能性あるかもしんない。うん、バイオリンはこれ嬉しいね。まあ、あとはアントニオに対するもう昔からのね根本的な問題としてあるのは、多分これは治んないとは思うんだけど、まず弦を、当てれる当てれない読み合いに入るまでがちょっと長いっていうのと、まあ、あとはポジションによっては当てたところで結局意味ないじゃんっていう、弦当てても別に旨味ないよねってなりがちだから、まあ、その辺がね、まあ、どうなるかっていうのが、まあ、期待かなとは思います。さあ、続いての質問は加速に対する質問かな。室外拳反射プラス危機一発、危機一発多分あれ仲直りのことかな、または消炎給油プラス室外拳反射、まあ加速と加速が重なると、まあ、一瞬でね、もう超足が速くなっていって姿は見えなくなってしまう。まあ、それに対する調整。まあ、その加速のその限界値を下げませんかっていう質問だね。まあ、これに対して、多重の加速効果の調整については、今は検討中です。まあ、検討中だからまあ、確定とまでは言ってないけど、まあ、ワンチャンね、引き下げがあるかもしれない。まあ、最近特にあるのはやっぱ応援団の、あの、救助のシーンとかで一発食らったそのダメージと合わせてコブを使うことによって、もうありえない足の速さ、
もうなんならもうオフェンスのラグビーボールと同じぐらいのスピードでいつ前まで行かれちゃうから、あれとかはまあさすがに弱体化した方がいいんじゃないかなとは思うんで、まあその辺のね、まあ普通にこれねもう全般で使えることだから、もうどのね組み合わせによったとしてもまあ加速スキルの限界値が下がるっていうのはまあいいことかなとは思います。さあ5つ目の質問、これマジか、傭兵祭祀占い師の弱体化予定はありますか。なんと答えははい、全体のデータでも上位に入っているため調整を考えています。この3キャラクター弱体化予定あんのか、マジ。はいってもう断言してるってことはもう調整を考えていますだから、まあ、確定とまではちょっと言えないかもしんないけど入るのか。まあ傭兵祭祀占い師ってねもう当分調整入ってなくて、まあなんならもう今の地位がもう確立されているというか、もう本当に安定期に入ったキャラクターっていう位置づけがなんかもう自分の中の当たり前というか常識として刷り込まれてたから、もうそこはちょっと意外な部分だったなとは思いますね。まあ今考えたら傭兵の弱体化とかって考えるとやっぱ頑強かな。普通に考えてやっぱおかしいよな、一発食らって15秒ダウンしないっていう風な部分が強いから、あと傭兵弱体化するとしたらそこじゃないかな。多分肘当てのね個数を3個から2個とかしたらちょっとしんどい。傭兵を、まあ、救助職を置いてね、やっぱ今でも判断すごく強いムーブだから、それがすごくきつくなっちゃうっていうのがあるから、まあ多分、眼鏡を15秒から10秒にすると、まあ通電後ね、一発殴られたとしても、今だったら30秒は無敵になるから、まあ例えばゲート付近で殴ったとして、もうそっからね、判断のことを無視してゲート開け始めるっていうことをされちゃうと、まあ、ゲート開くのが18秒だから12秒分猶予を持った状態でできるから、それがね、眼鏡が15秒から10秒になれば通電後とかも20秒ダウンしちゃうから、ハンターはね3秒だけゲート前にうろちょろすれば、まあ、ゲートは開かないっていう理論になるんで、って考えたら、まあ、眼鏡10秒結構弱体化してもいい感じになるんじゃないかなと思います。傭兵の良さを残しつつも、ハンター側として理不尽なそのどうしようもできないじゃんがなくなっていいんじゃないとは思った。で祭祀に関してはアイテムの溜まるスピードとかそんな悪くない、クールタイムはそんな悪くないかなっていう気がするんで、まあ、応援だとかでもっと速いキャラクター出てきたし、からまあ炭鉱みたいにそのアイテムとのアイテムのクールタイムが発生する可能性はありますね。まあそれでまあ6秒かな、炭鉱みたいに磁石1個使った後に6秒使いませんよみたいな感じで、祭祀も1回ワープ使ったら6秒間クールタイム入ってみたいな感じで、それが嫌だったら応援団と使ってくださいねみたいな、まあそうすることによって新キャラクターを使えっていう、なんかそういうそういう風潮にもできるし、まあなんかワンチャンありえそうかなとは思った。で占い師に関してはね、占い師は結構今の環境相当しんどくはなってきて、まあもうお世辞にも占い師は強いとはちょっと言いにくい、まあ強いんだけどね。でも占い師の問題ってハンターによって強さがめちゃくちゃまばらっていうのが問題だと思ってて、めっちゃきついボンボンとかに対してはもう占い師めちゃめちゃ弱いけど、逆にまあ例えば芸者とかもう女王とかに対してはもう占い師めちゃめちゃ強いみたいな感じになっちゃうから、そのなんかハンターによってなんかそのまああまりにも性能差がもう出てるキャラクターだなっていう気がしてるから、まあその辺のなんかどのハンターが来てもある程度戦えますよっていう、なんか弱体化とまあ強化両方があれば、まあある程度いい感じになるんじゃないか。占い師にとっても嬉しいし、ハンターにとってもなんかその番がさ、占い師番しなくてもいいやってなるから、まあより一層戦略がとか結構ハンターの番が変わってきてる環境だから、まあその辺があると嬉しいかなとは思います。さあ続きまして新衣装系の質問を見ていこうと思います。まず一つ目は、今年のハロウィンイベントの SSR 衣装のはどのキャラクターですか。これに対して回答はズバリトレイシーです。さあ機械技師来ましたね。まあこれ毎年毎年あるんだけど、ハンターのコスプレをした、サバイバー衣装がね毎年 SSR で出てるんだけど、もうこれね機械技師の時点で女性ハンターのコスプレがね、今回確定しました。で今んとこ行われているのは雲の、踊り子、女王のバーメイド、まあ一応別ではあるんだけど、アンのね、まあめちゃめちゃ似た、シスター呪術師がいるんで、まあアンは除いた、まあ多分ね、多分って考えると、まあグレイス、芸者、ガラテア、魔女、まあその4択ぐらいか。あとは、オペラ歌手サングリアとかもいるけど、まあその辺、まあ熱いね、やっぱ、あれだな、芸者、グレイス、ガラテア、魔女、まあ、その4体かなと俺は思ってるんだけど、これ毎回ね、ハンターの SSR 衣装から、コスプレする衣装が選ばれてくるんで、まあ、SSR 衣装が充実したハンターから来るかなと思うんだけど、多分ガラテアはね、COA 優勝衣装とかその辺のやつって大体来ないから、その辺を抜くと結構ギシと被ってるから、俺が予想する今回の衣装は魔女が結構熱いんじゃないかな。魔女の、マダムレッドドラゴンとか、あの辺が結構来そうかなとは思います。まあ、それか、ギシと芸者っていう結構そのターゲット層を寄せてさらに絞っていった人気層の組み合わせをしていくことによって、和服、
技師とか来るかもしれないけど、芸者最近ね、新 SSR 賞って衣装ってなかなか実はなくて、っていう風に考えたらやっぱ衣装化もしやすいのはやっぱその辺かなと思いますね。グレイスもいいけど、グレイスってなってくるともう候補が延期の欲しい衣装を抜くと、ローズマリー1個しかなくて、そうなると真っ白なワンピースで、裸足。でも裸足ってなると、義手はね、水着衣装があるかなって考えると、やっぱ衣装としてのその新衣装感があるっていうのは、まあ個人的には魔女が結構熱いんじゃないかなとは思います。さあ次は一気に4つ紹介しちゃおうかな。弁護士の UR 衣装は一生来ないのですか？来たことないっけ？あ、ないか。ご安心ください。すでに計画中です。おー、弁護士。なるほど、いいね。で、次の、シーズン衣装はバイオリニスト。おー、バイオリン結構来てるな。押してんな。で、次のシーズンのランク秘宝携帯品キャラクターは、バーメイドが UR のかな。バーメイド UR アンデッド医師。なんかめっちゃ回復って感じだな。なんか、結構その3体のコンセプト、なんか固まってる気がする。で、ハスターの新衣装は、おー、ハスター新衣装は新 UR 衣装現在制作中ですということで、これまたハスターファン嬉しいですね。まあということで一気に新衣装ラッシュ系を4つ紹介しました。これも嬉しい、内容になってますね。はい、ということで以上ね、公式の Q&A の重要な部分をまとめてきました。まあ全文ね、気になる方は概要欄に貼っておくので、よかったらそこからチェックしてみてくださいということで、まあ今後のね、多分結構みんなの反応を見ながら変える部分もあると思うんでね、よかったらコメント欄にて、感想待ってますということで、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。